はい。ということで、えー、フラトレスラジオ、えー、ジャグリングユニットフラトレスの、えー、田代と申します。そして。はい。さゆるです。はい。えー、劇団まっこいの小林誠司です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい。えー、このお二方とはですね、えー、と、以前、ボーダーラインという、えー、と、フラトレスの舞台で共演させていただいたんですが、なんと、 ボーダーライン今回、えー、12月に再演版をするということでえー、とっと出演いただきました。おめでとうございますあ。ありがとうございます。はい。早速なんですが、<laughs> まあまずボーダーラインでのお二方のえー、まずどのような役割をされているかお伺いしてもいいですか。はい。役割。そうですね。えっと、どんな役とか。<laughs> はい役者, <laughs> 役者枠でございます。同じく同じく役者でございます。完全に役者枠でございます。すね、僕はあの、はい、初演再演ともにあの探偵の役を演じさせてもらってます。うんうん、はいそして私はみなも。 役でございます多分ね、うん、劇中にミナモっていう言葉出て,てこないんですけど、そそうかうか、ん、<laughs> なんです実はミナモちゃんというお名前がついておりまして、ミナモ役で出演させていただきます。うん、ありがとうございます。<laughs> そうですね、今まさに稽古されている最中だとは思うんですが、まさに前回の公演と今回のえまず稽古中のこ演。 稽古中の内容で、なんか大きく違う点って、何かありますか。大きく違う点。ジャグラーが全部、全員違う。そっか、そっか、そうね。うん、確かに。う <laughs> ん <laughs>。でかいなって、私の中では思ってますね。<laughs> <laughs> 確かに、俺ら目線では、顔ぶれ全然違うよね。そう,そ,うそ,うそう、そ、ね、うん、そう、そう、そう。なんか、ジャグラーさんから見たら、そのセリフ流役者で変わってるのって。 佐藤美香さんだけが増えてるだけやけど、俺とサユールは続投やし、そそそううう俺から、ああ、そうだね、春春、そきさんも。で、逆にあれなんよね、宮田とかがジャグリングに専念してるというか、そそううあそうなんだ。 言っていいんか知らんけど。いん知らんけど。宮田と、もうんさんと、あと、イシさんが、初演の時セリフも言うし、ジャグリングもやってたしっていう役回り。逆に今回、両方やってる人っていないよね、多分。ああ、そうですね。セリフ言う人と、ジャグリングの人って完全に分かれてると思う。うん。もう、ちらほらみたいなね。 コロスとして喋るっていうのはあるけど、がっつり役として出てるっていうのがないですね、うんうん、今回は。そうよね。うん、<あ>なるほど。と、なると、まあ、ジャグラーが変わったということで、なんか、ジャグリングできる道具とかも変わってると思うんですけど、そこら辺って結構場面によって変わったりしてるんですか <laughs> もうシロタンがおらへんからさ。<laughs> うん。あの、シイ <laughs> カーがね。なぁ。あシイカーがおらんからさ <laughs>、まあ。確かに。レアキャラではありますからね。セイカーの最も <laughs> はい。なるほど。<laughs> でも、あの、夫が良かったよね、セイカーの。ああ、そうですね。うん、シャシャっていう あのとかっこよかったなみたいな今回ねちょっとそれがないのがないものでネタバレするっていうねあれがないよってあれがないですああまあ正解はなかなかね見れませんからまあそれは DVD とかを見ていただいてああ荘園のやつも販売してるらしいですもんねそうですね荘園のものあるのでぜひ見ていただくということでうん <laughs> 大きな枠組み的には変わらへんとは思うんだけども、細かいところ見ていったら全然違うというか、あと挟んでる客席が両サイドにあって、まあ、真ん中に舞台があるっていうのも同じでやっていってるかね。ねうん、確かに、その境界線をモチーフにしたやつなんで、両面舞台でという話ではあったんで、もともとンマンも。うんはい えー、今回のイン版でもそれができてるということですね。ざっくりとしたお話のこうストーリーみたいなのはあんまり変わってないけど、うん、今すごいミヤチさんが頭を悩ませながら台本をこう変えて変えて変えてもっとよくしようっていうのがね、うん、どんどんと変わっていってるのを今体験してるのでね、うん、面白いですよ。ね,ね、うん、なんかスマートになったよね <laughs> 見やすいというか。うんうんうん うん、あ<の>、ね、少ないシーンでより多くのこと表現できるようになってるというか。うん。なんか一つ一つの言葉とか。動作が何のためにあるのか？みたいなが洗練されてるイメージある。うん。あ、さっきちょっとあのシェイカーがないっていう話したけど、それがなんかネガティブかというとそうでもなくてうん、うん、なんとなくね。そのボールとかクラブで表現できる。幅が広がってるから道具の数が減っ。減 でもシーンとしててのなんか膨らみ方は前以上に感じてるやっぱり今回出演してるジャグラーの方々も結構その、ね、いろんな分野で活躍されてる方々まあフラットレースメンバーだけでなく他に手伝ってくださってる方々も、えー、と結構実力を持ったジャグラーの方々だと思うのでやっぱり初演版とはまた違ったジャグリングの表現が見れるんじゃないかなと個人的に思ってるんですけれど。うん うん、なんか具体的な動作としていろいろ違うのもあるけど、考え方自体がなんかね、あそういう考え方もあるんやってなりながら稽古してる気がする。ちなみに、あのうん、今、初演版と、まあ、再演版の話を今してるんですけれど、かお二人が初演版ですごい印象的に残ってるシーンってあったりします僕は立場的にやっぱり、 あの大乱闘のシーンって荘園であったんですけどマルチコアって呼んでたスティックで、まあ、武器に見立ててみんなであの、うんね、大きな争いを表現したんですけど今回その立ち位置がまるっきり変わってるんですよね。そこが個人的には印象にも残ってるしその分なんか今回の変化を感じる部分でもある。うん、前回は特に、まあ、自分と あの、セラ君と宮田さんと3人がスティックジャグリングメインでやってたっていうのもあって、スティックが強い人間が結構いたりしたので、初、うん、演版ではそういうことができたんですけど、今回だとあまりスティックを触ってるって方々が多分そこまでいないと思うので。うんうん、もう主催の宮田ぐらいかね、うん、専門家にとそうですね。 ああ、なるほどなるほど。さあ、今回は出てくるのかどうなのか。うん、スティックがね。いや、気にな,な <laughs> 本当に、前情報なんもないので、自分あ <laughs> そ、そっかそっかそっか。<laughs> <laughs> いや、私がすごい印象的なのが、うん、あの、水の中にこう、一人でこう、トプンと入って、こう、リングが周りで、こうね。うん 水面を行くアブクのように、こう、ぷかぷか行ったりする、あのシーンですね。大きいお魚が出て、うん。あれは綺麗やったよ、ね。りとか。そう。で、今回あ今回というか、前回の、その、ちょっとね、宣伝の PV とかにも使わせてもらってるようなシーンにしてもらってるんですけど。うんうん、うんうんうん。あ、あれがね、また実は今回も、またやらせてもらえることになりまして。お<ー>、うん、そうなんですよ。で、だから、 バージョンアップさせなければっていうのが自分の中ではあるので、うん、そうでやっぱり、ね、5年も経ったらやっぱりなんか体の衰え顔とかいうネガティブなやつじゃなくて <laughs> <laughs> 5年も経ったんやからこうバージョンアップしてもっともっと北わったさゆる見せなあかんわというね、うん、今ポジティブな方にいてますので。当時から新 体能力すごかったですもんね。いや、すごかったよね。いやー、そうかな。<laughs> いや、すごいなーって思いながら。前 <laughs>、うん。<も>マイム、ね。前、うん、の勉強とかずっとして、ね。そうなんですよ。 5年たったマイム技術をまた使わなければ、うんうん、ここで見せなければっていうね、<laughs> えー、気合がめちゃくちゃ入ってます。<laughs> えー、いいな。<で>いなその上で、そのね、サユル中心にジャグラーさん4人とかの構成でやってるんだけど、そのジャグラーさんがまた入れ替ってるわけなんで、なんかね、うん、同じ曲とかで同じシーンを作ってても、やっぱり、なんかね、うんうん、稽古場の空気は違うよね。うんうん、違いますね。前回だと、その、 沈んでいくみたいな表現のところで、その、リングをヘッドバランスしたシーンとかがあ。ああ、ありましたね。やっぱ今回は、また違った表現が見れるというか。ね、お、それは、はああ、<に>見ていただいてる。あの時頑張ってた伊勢くんはいないので、うん。そうですね、今回は出演しないのでね。と、ね、ういうことは 誰が,誰がやるんだろう。どうするのか <laughs> え。リング3つぐらいバランスしてるかもしれない <laughs> <laughs> <laughs>、えー。楽しみだな。ちょっと自分もね、別で、別というか、スタッフとして見に行こうかなと、ちょっと思ってるんでので <laughs>、うん。来てください。てさいあ当日は楽しみ。<laughs> うん そ,うそれをやる人が今めちゃめちゃ練習していますね。ねたまに稽古場でね <laughs> あの見せて「<う>ああそこまで進んでるんや」って盛り上げうおーできて。るみたいなね <laughs> <laughs> やっぱあのシーンってその前回でもなんか物語の中心というか。 なんでしょうね。<ー>この目玉のポイントではやっぱあったじゃないですか。ん <laughs> なんか化粧点結の天に入るあたりというかね。うん、すごい綺麗なシーンで。やっぱり今回もね、そこ結構注目されてるんじゃないかなと。あの、前回見た方だったら思ってるんでね。すごい楽しみだなと。やった。思っております。<laughs> <laughs> 逆に、あの、今、 その前回公演の話とかもメインでちょっといろいろ話していたんですけど、うん、なんか、再演版だからこそ、なんか、今、まあもちろん稽古中で語れないことももちろんあると思うんですけれど、うん、再演版でここが、ここに注目してほしいとか、うん、なんかそういうことって何かあったりしますか悩ましいな、うん <laughs> めっちゃ軽いところで言うと、さ夜髪の毛切りました。だいぶ短かったあのめっちゃ長かったのをざっくり切って40センチぐらい切ったんですよ。めっちゃ軽いところで言うと、まずビジュアルが変わり、チラシの写真も多分そうだね。かなり短くなってるんで、まずそこに注目していただき。 <laughs> 具体的なシーンじゃなくて役者なんでストーリー展開とか役作りの話になっちゃうんですけど演出家も,らも言われてるのが大人な作品にしていきたいっていう話をしててだからんか探偵っていうやっぱり事件を解決する立場 なわけで前回はその手段として、まあ、暴力を使ってたわけなんですけど、スティックで突破するっていう。そ <laughs>、うん、うじゃなくても。暴力ね。<laughs> <laughs> ああいう、あれはあれでもちろん、あの、当時の。 まあ僕らのね一番綺麗な表現やったんですけど、うん、今の僕らならちょっとねっっ <laughs> 違う突破の仕方があるんじゃないかっていうか頭を使うシーンに僕の見せ場がなってってる感があるのでる個人的にはそうですね、うん、そこが注目してほしいとこですね、うん、あなるほど、えー、素敵だな,なんかやっぱりそ,ん <laughs> そうです、ねうん、あどうぞあ,のありがとうございます やっぱりその自分自身がジャグリング、うん、ジャグラーだったので、なんかそこら辺の演者目線でのそこら辺の、なん<あ>しょうねああ見てほしいポイントを聞けるとすごい、ああ、なるほどなあというふうに今、うんうん、思う。逆にジャグラーさんが再演に期待してることとかってあるんですか、えーまああ、シンプルにジャグリングがうまくなってること。ああ、<laughs> 技術としてね。まあ技術として。うん、もちろんその、あの、技術的なうまさもありますけど、あの、うん どういうふうに、その、神話性というか、ああ<ー>、うん、言葉と。どのように溶け込ましているのかなっていうのは、やっぱり期待してますね。ああ、うん、なるほどな。うん。やっぱりその、あのー、あ,ーあ、どうぞどうぞ。あ、ね、あ、どうぞどうぞ。ああ、あ,あ,あ <laughs> りがとうござい<笑><笑><笑>まうすうまうやっぱりその、前回だと、その、なんでしょうね。うーん。 まあ道具どうしてもやっぱ道具の特性を生かした表現、うん、まあ道具ありきの表現というかになっちゃってたんじゃないかなって個人的には思ってたシーンもあってそれ聞いてめっちゃ思うの、えーえー、うがういや結構同感であの役者として ジャグリング道具を小道具ととして扱うう時時間が初演の時結構あったと思うんですよね成果、うん、<ー>を飲み物のを入れてるコップにするであるとか、うん、シガを本に見立てるとか、うん、実物として持つことが多かったんですけど、うん、それが減ってて、うん、それは何でかってきっと、うん、ジャグリングを引き立てるための言葉であるっていうその道具と役者の というかそこがもっと明確になったんかなって感じながら演じてるんでそういう意味ではなんかジャグリングとしてのなんかんだろう洗練されていってるんかもしれない道具の形に縛られていないかもしれない僕の主観ですけどなるほどうんさゆるさんはそこら辺何か感じたりしましたそうですねなんかこの 演出、その、宮地さんが、こう、つける演出で、その、私の役、みなも自体の、この年齢が、ちょっと、うん、あの、前回というか、初演の時よりも、上がってるイメージや、うん、っていうようなことを聞いて、うん、で、結構、前は、子供っぽい感じで、あの、気持ち的に、気持ち的には、ていうか、その、役作り的にはいたんですけど、うん、今回は、ちょっとそれよりも、上、みたいな感じで、 役作りをしよううっっていうことになったので結構そのジャグリング道具とかもなんか見立てになってたとしてもすごいこう興味をあの持ってたっていうような感じもあったんですけどだ <laughs> から今回のその使い方としてはなんかそれがこう当たり前にその場にあるものっていうのを<ー>すごい自分の中でそれがすごいすっきり。 してるなっていうような印象を今受けてるんです。で、まあ、まだね、その、作ってる途中、舞台を作り上げてる途中なんで、ちょっと自分がどう、この、これから、きっとこのシーンではこれをちょっと手にすることがあるんだろうなっていうシーンがあ,あるけど、まだ私それを、ちょっとまだ持ててないので、うん、そう、こっからそれを、 どう作ってるんやろうどう使っていくんやろうで、これに、このものに対して私はどうしたらいいんやろうっていうのを、今、私の妄想内ではこう、膨らませてるけど、絶対それをさらに面白く宮地さんは提示してくれるので、めちゃめちゃね、それが今、楽しみなところなんですけど、 逆に、早くそれを決めてくれへん,ん,れへんと、私練習したいから。まだかなまだかなってちょっと思ってるところは。そわそわし,してます、正直。そだってここ、台本で私、持ってるんだもん、ここっていう。<laughs> あるはずなんやけど、どうするう <laughs> そうなんですよ。大きいところからみんなジャグラーが こうね、動かすところから作っていってるから。うん,うん、とりあえずルーティンができ上がったらみたいなところがあるよね、<私>俺。そう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 。<laughs> 私、ここ何するんだろうっていう。<laughs> <laughs> ドキドキしてるのはあります。あ、なるほど、ありがとうございます。<laughs> やっぱり、今の話聞いてると、なんか。前回公演を、なんか軸に、そのジャグリングのパートとかも立ち上げてるというよりかは。結構、がっつり変えてる。 感じなんですかね、うん、変えてると思う前回のやつを骨組みにしていたとしてもその,その曲の一番大事なところはなんか変わってることが多い、うんうん、なんかねその一番最後の、まあ、音楽で言ったらサビに当たるところの振りとかって、うん、やっぱりその作品で一番 表現したいことが一番表れてる場所やと思うから、そこほどなんかね、一番の見せ場ほど新しくなってると思う。なるほど。やっぱり、あれですね、前回公演見られた方も、やっぱ再演版では新たな面白さというか。出演してる俺がすでに新鮮なんやもん。ゼロから作ってる感がすごい。 うん、もう見る人も新鮮な気持ちで見れますね。だと思いますわ。うん、えー、12月は楽しみだ <laughs> よかった。<laughs> <laughs> 期待に応えなければならない。そんなこんなで、まあ、12月ボーダーライン、えー、とあるんですけれど、まあ、ぜひお二方からボーダーラインの宣伝、まあ、もちろんお二人のえー 出演する舞台と宣伝あれば、えー、ぜひこの機会に宣伝いただければと思うんですが、ボーダーラインに対して僕、結構気合い入ってて <laughs>、あのー、なんか結構、2023年、役者活動あんまりやってなかったんですよね <laughs>。僕の中で結構、役者って演劇ってなんだろうみたいな。 うん、舞台って何だろうってなっててあの迷ったまま舞台立てないからちょっとお断りするみたいなことが多かったんですけど、うん、今フラットレストからオファー来てこれは俺の新しい価値観を見つけ出すチャンスではないかと思って飛びついたみたいな。<laughs> うん、あーなんでね衝演の時にめちゃめちゃボーダーラインの影響を受けたし、うん、まあなんか今回のボーダーラインもきっと俺に何か与えてくれるだろうと思って。 でやってたらまあ稽古場がやっぱり想像以上に楽しくてクリエイティブなのでとてもねまああの関わってる身だけどもなんていうかすごいいい作品になってると実感しているのでぜひぜひ客席で見ていただけたら嬉しいなと僕は思っておりますですありがとうございますはいありがとうございますじゃあね私のえっ、ー、と自分のジャスデンデモをしていいということなので。 はい、ぜひぜひ、はい、自分の宣伝もさせていただきます。僕も,僕も後でしますね。あ、ぜひぜひぜひ。さい <laughs> えさすえ。さっき、私、<ー>いいですかはい,は,いは,いはい、はい。じゃあ、さっきね、ちょっとお話あったんですけど、そうなんです。マイムが。 ちょっと使う、マイムを使うって言ったらね、なんか、パントマイムとか、なんか壁やるとか、そんなイメージになっちゃうんですけど、そうじゃなくて、もうセリフを使わなくても、こう体で表現できるっていうのが、このマイムの面白いところだなっていうのがすごい私は思ってるんですけれども、で、そのマイムを使ったお芝居が、えっとね、ボーダーラインの前の、本当に1ヶ月前ですね、ボーダーラインは12月の14、15なんですけど、その、 一ヶ月前、11月の15、16、17日にですね、飯ナ直樹、マイムカンパニーで、ゾウを飲み込んだ、上ばみの絵というマイム作品に出演することになっております。はい、こちらですですね、んなんて言ったらいいんやろうな、体を使って、その、マイムって、日本語で言うと、あの、目撃、黙る劇、目した劇って書くんですよ。うんえー そう感じで書くんで、まあ、完全に喋らんかって言うと、そうじゃないかもしれないんですけど、うん、あの、日本語は喋りません、とりあえず。セリ,<ー>セリフはないです。うん、<laughs> セリフとして決まった言葉はないんですけれども、うん、じゃあその体を使って、もう1時間ちょっとあるお芝居、お芝居というか作品というか、うん、ストーリーがでもあるので、で、今回はね、あの、 蝶を飲み込んだ上わばみの絵っていうタイトルなんですけど、ま、これ聞いてわかるかなうわばみっていうのがあの蛇のことなんですけど、<laughs> あの星の王子様、サンテグ・ジュペリの星の王子様を、うんま、テーマにして、ま、完全になぞってるわけじゃないんですけれども、その一部をこうね、あ,のあ、こんなシーンあったなって、その星の王子様を見たことある人だったら、あ、あのシーンやってわかるかもしれへんし、 もちろん、星のおじさんも全然見たことないわ、あの名前だ、タイトルだけ知ってるっていう人も,おも見れる面白い作品にはなってて、伊丹のね、アイホールっていうところでやらせてもらいますので、うん、結構大きいとこやであ、そうなんですよ。ね、で、今回私、そのこのイムロナ直樹マイムカンパニーの本公演、大きい公演っていうのが初めて見せてもらうんです。 もうね、ドッキドキです。飯村 <laughs> <laughs> さんもすごいね、い有名な方、ね。そうですよね。うん、もう前向かいでは有名な方なんですけど、うん、そんなところのカンパニーに出るんか、私がみたいな。うん、そんな感じのドッキドキなんですけど、今、結構めちゃめちゃ楽しくやってるので。<laughs> <laughs> <laughs> はい、ぜひ11月は、今度は上浜美の絵、そして12月はボーダーラインとね、ぜひ続けてみていただきたいし、なんならね、劇団まっこいさんの YouTube 見ていただいて、<laughs> <laughs> 吉野王子様の、ね、<laughs> ま朗読。 そうなんで,うで一対ね、<laughs> お<ー>星の王子様、どんなもんや、知らんわーっていう方、ぜひ、そのまこいさんの YouTube 見て、朗読聞いて、<laughs> あこんな話かって思って、11月のね、このアイホールに来てもらえたらなって思います。ありがとうございます。<laughs> うますちょっとね、うちの採用した台本が、上込みのところ、丸々カットされてる本なんで、お互いに保管し合う距離感で。んんで <laughs> 本当ですね <laughs> <laughs> ぜひぜひ、こちらにも足を運んでいただいてね、ボーダーラインも来てもらえたらなって思います。ありがとうございます。はい。ま、はい、じゃあ、一個だけ、うちの劇団、劇団マッコイの第十回公演が決まりまして。うん、えっと、アルジャーノンに花束を、を上演することになりました。うん これが来年、2025年の2月14日から16日ですね、ボーダー,ボー,ダーラインのあと2か月ぐらい先になるんですけども、うん、そちらの演出を務める予定でございます。うん、詳しくは、えー、と劇団マッコイとかで検索していただいたら出るとは思いますので、そちら参照していただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。で、えー、ととううございいいますはい、というわけで、えーと もう,だもう一度、ボーダーライン、えー、2024、12月14、15、えー、と、昼夜公演、えー、両日ともございますので、えー、ぜひ、えー、こちら、足をお運びいただけましたらと思います。はい、えー、そして、お二方に宣伝していただいた、えー、舞台もね、ぜひ、みんなで見に行きましょう。 ありがとうございます。いいすみません、すごい雑なしめ方になってま <laughs> 紹介する場を与えてもらっただけで<笑><笑>いい。ありがとうございます。<laughs> あと、ボーダーラインの方はあの終演後にアフターイベントが毎回違う内容であるので、<laughs> うん、まあそれもちょっと見て、どの回を見に行くか選んでいただけたらなと思います。そうですね、そういえば、新再現の撮影会だったり、うんまあ、ジャグニングの体験会だったりとか、まあ、他にもアフタートーク <laughs> ビッグ、ビッグトスアップって、馴染みないんですけど。俳優としてはね。ジャグラーの業界教えてください。そうなんです。ジャグラー界ではもう、あーってなるかもしれへんけど、あーとはな聞きましたもん。何ですか聞きましたもん。確かにビッグトスアップって知らないですよね、普通。知らない、知らない。聞いたことない。そうですね。ビッグトスアップというのは、そのジャグリング道具って、まあ、 基本的に上に投げたりするものが多いので、その道具を全員で同時に皆さん上にパーンって投げ上げましょうみたいな。うん、で、まあ、<laughs> それを締めのアイスとするみたいな。まあ、一本締めみたいな。あ<ー>逆に手をあ、じゃあ、なるほどね。そうそうそう。<laughs> <ー>みたいな感じです、ねー。ポーンってで。<laughs> ポ,ン,でポンって上にポンってあげるみたいな。<laughs> なるほどね。え、それってよ最後どうするの避けるのキャッチするの <laughs> えー、まあ、人によってまちまちですけど、僕は全力で逃げますね。 わあ怖いので。参加者全員が一斉に投げてるわけやもんね。あそうですそうです。いや怖い怖い。いやジャグラさんうまいからちゃんと手元に帰ってくるんだろうけど。あそこ。え私らどうするんですかね。なんか投げさせてもらえるんですかね。俳優ちゃね俳優会場の高さ的に。 天井がすごい高いというわけでもあそうよね、芸術創造感はね。うん。まあ、なんか安全な高さでビッグトスアップが楽しめると思うんで。ああ、そっか。ぜひ。おー。見る楽しみ、そこ。ども楽しみですね。確かに、2月も最終、千秋楽ですね。12月15日の17時半の回に、そのビッグトスアップがアフターイベントでできますので。ぜひ。 ぜひ投げたい、見たいという方は、その回も狙ってください。お、はい、<laughs> お願願いいいいたしますお願いしますいますいますはい、というわけで、えー、と今回の「フラトレスラジオは」は、えー、以上としようと思います。はい、はいえー、では、えー、本日、フラトレスラジオ、えーえー、担当したのは田代と,ユルと小林誠二でした。

それでは。